まあいいか。はい、ありがとうございます。こんばんは、アップアップガールズかっこにきのしまちゃんことしまざきゆりやです。しまちゃんことしまざきゆりやです。よし、ありがとうございます。あ、なぎすけ見てくれた、ありがとう。ゆり実はまだ見れてないんだ。そう、今日17日だからね。なぎすけアマゾンプライムの番組に2期が出させていただいてる。なぎすけが公開されたので皆さん見てください。面白かったですか。白ごはんさん、和菓子、ゴン太くんだるまさん、マリンちゃんたい焼き、ゴン太くんだるまさん、ジークリットさん、タコさん、くま太郎さん、たい焼きありがとうございます。ありがとう。そう、今回はもうついに踊りました。ついにこれが本編だ。ニキね、最終的に成功になりましたね。ちょっとまだ本当にユリが見れてないのでネタバレは NG でお願いします。本当のネタバレを知ってるのはユリなんだけどね。あ、マリンちゃんハート100ありがとう。くま太郎さんパチパチありがとうございます。こんばんは。なぎすけね、ユリ本当まだ見てないのごめんなさい。あの30話は見てよ。31話今日公開された分をまだ見てないんだ。多分面白かったよね。収録すごい楽しかったです。どこまで映ってるんだろう。あ、キャットツアーね。そう、高いところにコップを置くのにね、30話で載ってます。いやいやいや、見たいな早く。よかったら見てください。また見たら話します。でもでもそんなにどれぐらいだったかね。すごい結構ね早かったよ、覚えてくださるの。練習してある分がね、ちょっとどんな感じなのかそこちょっと分かんないとダメだね。ありがとうございます。はい、ということで皆さん、あのアマプラつながりでお話しするんですけど、映画とか見ますか普段。いいね、あんまり見ない方だと思うんですけど、ごまドレは好きなドレッシングです。今日食べました。なぎすけ、お、映画好きな方もいらっしゃるんですね。ゆりはね、映画はそう、あまり見ないんだけど、あれだよ、アマプラでね珍しく映画を見たんですよ。見たって言っても、そのお母さんが見てたの流れてたから、隣でチラチラ見てたら見入っちゃったっていう話なんですけど、あの誰も知らないかな、ちゃんと調べた、誰も知らないっていうね映画をね見ました。ね、韓国ドラマじゃなくて日本の映画です。ちょっと前って何年前だろう、わかんないけど結構前だった。あー、有名なのかな。そう、結構重かった。でそれをさ、あのさっきまでさ、もうそのモードに入ってたからずっしり来ちゃった。わかんない、結構昔の映画、あ、ユウさんが出てらっしゃるね。ユウさんが
お母様役で。でもあのゆりもね、最初からしっかり見てたわけじゃないからあんまりねあれなんですけど、結構あれはね来ますね心に。でもすごい、そうね、子供のお話っていうか、まあ中学生小学生のあれだよね、お話がお母さんが出てっちゃって子供たちだけで暮らしていこうとするっていう話なんだけどね、ネタバレはしませんよ。ネタバレはしないんですけど、もうね辛くなりますね、辛いというか切ないというか。こんばんは。これはマプラ公開されてるはずですね。いやもうね、なんかこういう映画って昔ならではですよね。なんていうの、あんまり最近ない、なくない、そんなことないかな。素敵な映画だったけど、まあちょっと悲しかったな。あ、あゆさんたい焼きありがとうございますね。ルローニケンシン、ルローニケンシンね、今やってますよね、というかめっちゃ話題になってた。ザ・ファイナル映画館でね、映画館でやってるよね。気になるよね、ちょっとあんなに有名だから。画像話したりはしてないよ。あ、そっか、これで終わりなのかって感じだった。わかる。なんか今さ、映画見たいのありすぎるんだよね。なんか結構さ、アニメの映画化がさ決まってるじゃないですか。呪術はさ、あのゼロ巻のやつが12月とかに公開されるじゃない。で、あと僕のヒーローアカデミア、ヒロアカもなんか映画館でやるらしいし、あとさ東京リベンジャーズがあのあれするじゃん、実写化するじゃないですか。実写化も面白そうですよね。実写化すごいですよね。なんか本当にヤンキーって感じ、ザ・ヤンキーっていう。ルローニケンシンね、全然分かんなかったんだけど、まあ、ちょっとだけアニメは見てるけど、さすがになんかさ、こうザ・ファイナルじゃないですか、今やってる映画が。この映画バージョン、実写バージョンをさ1話も見てないのにさ、多分いろんなバージョン出てると思うんですけど、一つも見てないのにさ最初ファイナル見ちゃっていいのかなっていうのがあって、見ませんね私は。あの今後あのどこかでまた公開されることを願って。そうなの、ルローニケンシンのねオープニングがね、ジュディ・マリさんのそばかすですよね。いいよね、なんか昔のエンディングとかオープニングとかハマっちゃうよね。見ちゃうと。え、ファイナルから見ても大丈夫なんですか、もしかして。最後だけ、あ、そうなんですか。アニメはあのね、今どこだろう、相撲部屋が終わってくらいかな。あ、もう鬼夜晩秋とかも終わったんですけど、漫画じゃない、アニメなんだよね。そうなんだ、映画もネットフリックスにあるの。へえ。でなんかさ、絶対さ、あの映画とアニメとかさ漫画とかって違う感じですよね。そうだから、なんかそのシリーズはちゃんと最初から見たいって思う派なので、そうだからちょっとファイナルからはいけなかったな。そうなの、ファイナルからいっちゃうとネタバレするじゃない、絶対的に登場人物とか嫌でもさ知るじゃないですか。まあ多分印象が違うからそんなに
あれかもしれないけどちょっとね、めっちゃネタバレネタバレしちゃダメですよ皆さん。ユリは別にいいですけど、これみんなネタバレしちゃダメですからねあ、じゃあユリにするのはいいですけど、まあいや、ダメだね、ダメだね、ダメだよでも、なんかさ、昔のさアニメとかってさ声優さんがいいですよねなんか全然さ印象、なんていうの、すごい声と合ってる感じがする。めっちゃ好き、剣心の声。あとあの、なんだっけ、ゆたろうくんっていうさ子が出てくるんですけど、まあそんなにあのあれですよ、メインキャラクターみたいな感じじゃないんだけど、絶対コエンマ様の声だなって思って見てましたあの悠々白書の声が。そっか、これぐらい同じ時代くらいかと思って。え、そうなの？漫画も新しいシリーズやってるんですか？へえ、すごい、今でも続いてるんですね。わかんない、お名前ね。元宝塚の方なんですか？そうなんですか、すごい。確かになんか中性的な感じしますもんね。でも女性なのはわかりました。へえ、すごい。そっか、ちょっとね、見たいな すごいんだろうな、あの映画は。あれ、何、剣術っていうか、あのなんていうの、スタントマンみたいな、スタント違う、剣術みたいな、そういう映画あんま見たことないな。アベンジャーズとかスパイダーマンとかさ、わかります、体張る系の実写映画見たことない。あ、カイソクラビットさん、あのたい焼きありがとうございます。殺人、読み方っていうかワイヤーアクション。あ、まだ連載中なんですか、ほえ、あ読み方全然違うやん、縦だ聞かなかったことにしてください、ごめんなさい本当に盾ですねそうよよね、読むやん。キングダム、うわ、キングダムもね、あの高校生の時だ、ゆりが最近、めっちゃ最近だけど先生が見たとかって話聞いてた気がする。面白いのかな、キングダムね。キングダムってもともと何ですか？もともとはゲーム？漫画？すごいなんかゲームのイメージがあるんですけど、勝手に。クマタルさん、ファイト、ありがとうございます。盾だからね、ファイト。ワイルドスピード、外国の映画かな、洋画。そうなの？わからないですね。あ、ヤンジャンの漫画なんですか。へえ、キングダムね。映画化されてるのって一個だけですか？あ、本当だ。あ、これ見たことあります。この絵、キングダム。あ、これが映画化されて、あー、そうなんですね。どういうお話なんだろう。でも時代、ちょっと昔の日本の話とかかな。なんか武将みたいな感じですよね。刀持ってるし、違います。
続編撮影中なんですね。面白いんですか？気になる。まあ、でも映画化されるってことは面白いってことですもんね。あ、キングダムハーツだ、ゆりが言ってるのってなんかすごいイメージがあったんですけど、キングダムって多分それはねちょっと違うかった気がする。そうゆりが想像してたのはこっちだね。なんかディズニーのゲームみたいな。これとは無関係なんですね。違かった、ごめんなさい。あ、三国志のお話なんですか。面白いんですね。うわー、見てみたいね。すごい三国志ね、より全然わからないですね。そう、なんかちょっとね歴史とかな、まあリュウは歴史世界史取ってたんだけど、あんまりね三国志について深くね勉強しなかったですね。でもすごい奥深い感じですよね、日本の戦国のお話とかとかと一緒で。そうなんだ、本当だ、真って書いてある気がする。でそうだ。バレないのにね、言わなければバレないのに言っちゃった。へえ。三国志よりかなり前、中国の歴史の話ってことね。始皇帝のちょっと前の話。うん。やばい、弱いです、だいたい弱いです。いやでも面白いんだろうなってのは分かります。すごい、こんなに出てるんですか。54巻、今何巻続いてるんだ。あ、もう終わってるんですか、最新刊。最新刊50何巻かな。あ、もう60何巻かな。ねえ、そうなの、あんまね授業で学ばなかったんですよね。深く気になりますね。分からなくても面白いですか。いや本当に優しいね。確かに何十巻ってあるとね、今から途方もない感じだけど、いやでも絶対的に面白いってことが分かってるお話って絶対に気になるから、ゆりは見たいって思っちゃう。まだ完結してなくてまだ半分くらいなの。すごい、なんか昔から続いてるっていうかさ、そういうイメージが勝手にあったけど、すごいね。実写のクオリティが似てるんですかね。ね、映画ね、こう結構話題になってましたよね。ほうほう、すごい。でもこういうなんていうの、そう、縦、さっきも同じこと言った、縦の映画を見たことないから気になります。縦こうなんていうの、このリアルな血の感じとか、その写真写ってるんですけど、リアルな血の感じとか、そういう映画を見たのはね、あれだね、すごい小さい頃にジーンを見たことがあります。綾瀬はるかさんのジーンだったよね、あれ。お、シェアしてないそうですね、柴崎さん。違う、一冊で数時間の話しか進んない。キャプテン翼も見たことないですね。キングダム展、へえ。キングダム展、
でもだより主人公の名前もわからないですすごいね、有名なんだ。最近ですよ、あれ2019か、キングダムの映画って。あれ去年とかだった気がしちゃった。あら、じゃあ全然でもないか。2年前ぐらい、一昨年か、一昨年の春だったんだ。割と経ってるね。あれかな、アマプラとかでさ、来ないかな。まだ早いか、先になんかブルーレイとかもう出てます。とゆりはまずはあのあれですね、ルロケン映画までたどり着けるかですね。いやでも終わっちゃうよね、多分たどり着けない気がしてるえ、あもうテレビでやってたんですか。早い、あれそんな早いんでしたっけ。なんかさ、すごい、なんか映画公開されてからさ、公開されてからさ、結構3年4年ぐらい経ってからじゃないとさ、金曜ロードショーとかでやらないと思ってた そっか、じゃあもう1年で来たんですね、すごいな。どこで撮影したんだろうこれ、すごくないですか。実際にこういう場所があるってことですよね。もう実寸大なんだから。外国、中国かな、実際に。日本なさそうだけど テレビ公開されてたの見れなくて後悔あ、そう、中国のお話なんですね。あ、違う、場所なんですね、これは。すごいね、これめっちゃリアルだ、再現度っていうか、すごい。あれですね、多分主人公は勢いが強い派ですねまっすぐなタイプ、そう、想像ですよ、顔的に気迫がもう出てます、ね、最近ちょっとやばいね、中国語よりも勉強したいんだけど、マリがね、ジャイチェーンって言ってたか、それは分かった。とりあえず見ればいいよ。あるんですか、もうやってるんですか、どっかあのアマプラとかで。そう、なんかわかるよねのね、いや、ヤンジャンの漫画ってあんまり知らないかも、まあ、基本そんなね知らないんだけどきれい、見れるんだ、アマプラで。すごい、素敵だ。ゆりね、多分ね、少年ジャンプ、週刊少年ジャンプかな、ちょっと知ってるのは アニメの方も見れる。え、そうなんですか。あ、キングダムってアニメ化もされてるんですね。知らなかった。すごーい。
見たらもう話しますね。ただ主人公はこういうまっすぐ系だなっていうのは分かった。ありがとうございます、教えてくれて。マガジン、ああそういうことね。CS でやった。月さんとうとうありがとうございます。実写映画の方はアマプラで見れるのあと少しらしいので、え、あ、期限ついてる系の映画なんですね。それはもう見ます。はい、え、どういう、あ、いや、ネタバレしなくていいや。なんかさ、思うんだけど、映画とかってさ、結構さ、予告編とかで結構言っちゃってないって思うんだけど、全然いいんだけど、なんかあのゼロから見たい方っていうかさ、何も知識ない状態で見始めたいのにってならないですか？たまにちょっとなることがあるんだよね。なんかね、東京リベンジャーズも、まあ、アニメでも内容知ってるから、同じ予告編もね、同じ場面、あ、この場面だなっていうのが分かったんだけど、あれ結構分かるんくないって思っちゃうね。そんなことないかな。そう、なんかね、まあ、でも絶対見たらもっとね深く掘り下げるからさ、あの感情がねもっと揺さぶられるんだけどね、予備知識ゼロで行ってみたい時もあるよねって思うよ。そうなんですね。あ、よっちゃんさんアイスクリームありがとうございます。ゴンタくんハートありがとうございます。あ、テレビとかの映画紹介、そう、テレビとか確かにね、あの告知予告とかで一回結構出たりする時期とかあるじゃないですか、話題の映画って。お、言うなって思う時もありますね。あ、でもそうね、確かに予告編見て見に行きたいって、まあ、どっちにしてもなるよね。さすがだなって思います。ネタバレしてても見に行きたいって思う。確かに内容知らなくてそこで知って気になる。確かにね、言わなすぎてももったいないもんね。うん、そこは難しいですね、あのさじ加減が。全然予告編とか作ったことないけど、あのエヴァの新エヴァンゲリオンのさ、あの始まる前とかにもさ、公開される前の日とかにも、あの前半10分だけ公開みたいなやつとかありましたよね、アマゾンプライムとかで。あれはすごいいいですよね。あれすごい見ちゃいましたね。え、どうしたの、ごまどれ、今ごまどれブーム来た。あ、なるほどです。何に対してって思ったのか分かんない。アプガのゲーム配信も自分でやりたいので割と見るか悩む。確かに、あー確かに、たあのね、ネタバレになっちゃうもんね。まあ多分やってから見るべきですね。島崎さんブームだって、嬉しい、ありがとうございます。でもあの映画館ってさ、あのあれですよね、どうしてもさ他の予告を見なきゃいけなくなるじゃないですか。見なきゃいけなくなるっていうか、見なきゃいけないっていうか、上映時間始まってからもう何十分かはさ他の映画の予告とかじゃないですか。がね、もう見ないことは不可能だなっていうのはありますね。だからもう
あの最近これから公開されるっていうやつ、団体名思い出せない、そばかすの姫みたいな、竜とそばかすの姫かな、違う、公開されるやつじゃない。月さん可愛い、ありがとうございますありがとうございます。このアバター、あ、このね、リスのアバターよりのです。よかったらリスになってくださいなるほどね、よく遅れて入るしかない。そう、あのさ、結構な、すごい見たくなったんですけど、予告編見たんだけど、すごい見たくなったけど、ネタバレかなって焦っちゃった、見てる時にそう、あれにすごい、なんていうの、サマーウォーズに近しい感じがした気がする。監督さんが一緒とかなのかな。もうね、夏といえばユリにとってサマーウォーズなんですよ。ね、そうっぽいなって思ったんだけどな。これ多分夏ですよね、公開されるの。もう見たい映画ありすぎじゃない？大丈夫？そう、竜とそばかすの姫合ってる。ほら、今年の夏、細田守さん、監督さん、絵柄とかさ、サマーウォーズっぽいよね。ね、絶対面白いよねっていう。どうも、映画ドロップ映画評論家の方ですちゃうよ、ユリはユリだはい、ユリはただのユリですただの柴崎キリエです。ネタバレとゴマドレって響きが似てネタバレ、ゴマドレ、三角、変なところで止まりましたねみんな止まってない？嵐、あ、そうだった、ただのユリじゃない、すごいユリだったわ、間違えちゃった、違えてるな。夜遊びさんかな、曲。伏線回収されちゃった。すごい長編の伏線だったわ。そう、最初の方に話した。ルノーニケンシンのオープニング曲、そばかす、竜とそばかすの姫、つながっちゃったね。うわ、クバトロさん、うま、ありがとうございます。うま、ただじゃないユリはね、もうすでに今ただじゃないから大丈夫で、すごいユリだからいいな、映画情報、映画はハマりそうですね。っていうかね、今ね、あの予告編やってる映画多分全部見たいと思う大体あのさ、見たくなるよね。でもルローニケンシはもう終わっちゃうかな。ルロケンって結構前からザ・ファイナル、あの公開されましたもんね。今は何を公開してるんだろう。すごいさ、映画でさ、見に行く予定なくてもさ、調べるの好きでさ、休み時間とかさ、今何やってるんだろうねってね、すごい調べてた
違うんですよ。今ね映画ブームが来てるんですけど、そんな来てないな。見たいっていうのがね多いんだけど、あんまり映画自体詳しくないんですよね。あー、庵野監督のさ新仮面ライダーね、でも2023公開ですもんね。めっちゃ先。あと海外画館いっぱいあるから羨ましい。確かにあの地方とかだと多分さ公開してる期間が短かったりするんですよね。割と早く終わっちゃったりするからね。キャラクターって映画、え、知らないぞ。え、6月公開じゃないですか。あれ、もう今日6月だよ。お？もうもしかして公開されてるんですか。すごい、なんかめっちゃすごい、なんか怖そう。どういう系なんだろう。うわあ、めっちゃ予告編みたいな。なんで、確かに見たい映画がいっぱいあるとさ、何から見ていいか分かんないけどさ、ワクワクするよね。寝転んで見れる映画館とか謎に来たか、え、そんなのあるんですか、知らない。寝転んで見れるんだ、めっちゃ家みたいですね。でもいい、映画館は座りたいな。すごい気になるけど、逆になんかさ、そこまでするなら一人の世界で家で見た方がいいかなって思っちゃう。でもすごいリラックスできそう。キャラクター大ヒット上映中だって。あ、もう公開されてますね、これ。すごい、キャストの方も豪華ですね。小栗旬さんですよね、これ。二人の共作、それは連続殺人事件、誰も見たことのない体験型ダークエンターテインメント誕生。すごい、書いてはいけない主人公だった。うわ、めっちゃ気になる。めっちゃ気になるぞ、これ。なんだろう、原作とかはないのかな。そうなの、なんかね、寝ちゃいそうだよね、寝転がってる、寝転がれる映画館って。さらにどうなんですかね、どんな感じなのかな。首の角度とかでもきっと作られてる時にそこはちゃんと計算されてね、いい感じになってると思うんですけど。でもいいな、一回行ってみたい、一回行ってみたいですね、お友達とかと。絶対東京ですよね。あ、行ったことある方いらっしゃるんですか。寝れないんですね、逆に。そっか、そういう構造になってるってことかな。あ、今寝転がりながらゆりゆり言ってます。寝ないでくださいね。あ、寝てもいいですけど。いや、どうなってるんだ。座ってる方が、ね、あ、でも電車とかでも座りながら寝れますからね。あ、リクライニング席なんですね。なるほど。あ、じゃあ普通にこうちょっと斜めになるぐらいなのか。あ、映画館で座る位置とかのこだわりないですね。でも真ん中よりちょっと後ろの列の真ん中を取りますね。真ん中ってあの列が真ん中で、列が真ん中。もう空いてる時は本当に、まあ、ちょっと真ん中より後ろめの真ん中を取ります。
なんか全然多分移動するとかで楽なのは端だと思うんですけど、ちょっとねやっぱね真ん中で見たいなって思っちゃうんですよね。映画館って広いけどやっぱ自分がセンターに行った方が嬉しいやん。こだわりかなこれ。みんなそうじゃないの？みんなどうなんですか？逆に知らないな。なんせあんまり友達と映画に行ったことないもので。そう、首がねちょっと横向いてたりすると疲れちゃったりするかもしれないしね。前の方はより座ったことないけど、あでもよりこれね、あのエヴァンゲリオンのさ、あの 4D 見た時に真ん中の、本当に真ん中の真ん中を取ってね一人だったんですよ。もう逆にそれが怖すぎてもう どっかね端っこ行きたくなってくなりました。わかります？この気持ち。あのもう全方向からこうなるので、でも誰もいないからうわー怖いって思って。ありがとうございます。映画館も最善で見たよ。珍しくないですか？そんなことない？最善一回は見てみたいなって思うけど、首疲れちゃうかなとか思っちゃうんだよね。どうなんだろう。いいね、映画館は なるべくやっぱポップコーン食べたいけど気分による。普通か。普通ですね。食べたい時は買うし、食べたくない時は買わない。でもあの映画館ってさ、あのポップコーン食べてる音とかもさ、ちょっと周りに迷惑かなって思っちゃうから、あんまりさシーンってなってる時は食べれないからさ、割とあの戦ってるシーンとかさ、音がさガシャンガシャンみたいになってる時にってなる。で結局あのその最中に、映画の最中に食べきれなくて、あどうしようかなってなるタイプ。みんなは食べきれますか？普通になんかさ毎回余っちゃうんですよね。もうなんかね、で余ってまあしょうがないけどさ、みんな逆になんかさ全然音しないんですけど、ポップコーン食べてる音とかさ、ゆりの経験上さ全然ポップコーン誰か食べてるなって思ったことがあんまりなくて、どのタイミングで食べてるのって思うんだよね逆に。うん、それとももしかして人には全然聞こえてないのかな、もしかして、もしかして、もしかして。最善ダッシュしても他に狙ってる人はいない。そうなんだよね。面白いね。そっか、見上げるのもいいのかな。あ、わかった。ゆり多分あの皆さんよ、皆さん一般的な身長、平均身長よりも低いから見上げる角度が多分もっと高いからね、多分ゆりは前はね合わないですね。始まる前か。いや逆になんかさ気にしちゃうんだよね。始まる前に食べきらないようにしようって思って残るっていうタイプ。飲み物も飲みきれないですね絶対的に。普通にね S サイズとかの飲み物でもねあんまりたくさん飲めないです。あ、ポップコーンは多分確かに食べてる音が頭で反響して大きく音が聞こえるっていうのはあるかもしれないです。じゃがりことかそうじゃないですか。いいね、じゃがりこ食べてる時って全然周りの音が聞こえなくてさ、あんまりねあのそれが理由であんまり
買わないこともあるんだけど、それぐらいじゃがりこの食べてる噛んでる音で周りの音が聞こえなくなっちゃうのってね、気になります。多分気にしてるの世界にゆりだけです。なんか話しながら、誰かと話しながらさ食べたいけど話してる声は聞こえないから一回止まっちゃうね、手が。え、マリンちゃん可愛い、ありがとうございます。え、共感してくれるんですか、嬉しいですね。そう、なんか音の反響、なんあれどこから音がしてるんだろう。でも多分ここで噛ん、奥歯がここじゃないですか、ここで噛んでるから耳と近いから、どういう理論なのか分かんない、どういう構造なのか分からないけど、そう思ってるよ、エリは。ね、多分人がじゃがりこを食べてる音ってそんなに、まあそんなに気にならないと思うんだけど、自分にねすごい聞こえるからね、謎理論、謎理論だね。食べ物を食べてる音って口の中から骨伝導で鼓膜に伝わっている部分、骨伝導骨伝導して、やっぱ距離近いからね、奥歯とね。世界に一番じゃがりこの音を気にするアイドル、やだ可愛くないけど。そんな気がしますね。あんまり人からじゃがりこの音気になるっていうのを聞いたことがないのでね、なんでこんなに聞こえないんだろうって思うんだよね。ゆきさん可愛い、ありがとうございます。いや気になるよね。なんかさ、キュウリとかは違うんだよね、またなんか多分キュウリは水分が多いじゃないですか、ほとんど水分だから、わかんないけど水分が多いからかガリ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 じゃなくてガリ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 じゃなくてシャクって言うんですか、シャクヤグってなるんだけどね、だからじゃがりこだけなんですよ。バナナも逆にさ歯の音がしません、柔らかすぎてさカツって、わかります、 こっちが聞こえるよね、食感の話ですよこれは。キュウリの突然だったけど食感つながりですね、これは。じゃがりこ食べる配信、多分配信で食べれないです、自分の声聞こえなくなっちゃうから。ああ、映画館で音うるさい食べ物売ってないか、そうなのかな、確かにその音がうるさいかうるさくないかで言ったら多分ポップコーンはうるさくないよりなんですよね、だからポップコーンだ、ポップコーンだ映画館で食べられるようになったのかな、置くようになったのかな。え、ポテチはうわ微妙だな、多分ユリの LINE ではポテチはね、あのあれと一緒、キュウリと同じぐらいのラインにいます。気になる、気にならないことはないけど、ん、気になる、気になる、よろしくお願いします。おじゃがいこ、こう、うん、新しい味が出ると本当に買っちゃいます、ただ一人で食べてますね。実はものすごい音で、じゃがい、どういうこと、まあ音ね、そしたらもうなんか柔らかいものしか食べれなくなっちゃうからあれなんだけど、でも多分お菓子界で一番その何、音が気にならないのはグミですね。
何じゃがりこに夢中少女って何じゃがりこに夢中少女そうじゃない、お菓子界って一番ってさグミじゃないですか、食感静かなランキングで。え、逆に何があるの？映画館でグミ、ナイスです。映画館でグミはいいかも。しかもどれぐらいだろう、ピュレグミぐらいのサイズがいいと思う。うわ、マシュマロは、うわ、これもね、シュワッ、でももしかしたらシュワのあたりバナナと同じで歯のこの音が入っちゃう可能性もなきにしもあらずだから微妙だね。ハリボー、ハリボーもね全然噛み切れないからありかも。飴はタイプにもよりますね。普通に 歯とさ当たっちゃってさ、その音が気になるってなるかもしれない。ホールアップって何ですか、グミかなみんなもう持ち合わせてるね、こうこのお菓子はどうじゃーって持ち合わせて、かけゆ、なんていうの、持ち寄ってくれてるんですね、ありがとうございますね。いや豆腐もそれは柔らかすぎるんですよ。だから柔らかすぎちゃう、噛み切ってしまったらこの歯のこの音がするからね、ここも気をつけるポイントですよ皆さん。羊羹採用です。アイスはダメですね映画館、まあ、あくまで映画館でこれはどうですかっていうあれですので、アイスはね溶けてしまうのでね、これはちょっとねダイフクも食べにくさがありますね、これはちょっと映画館ではねいっぱい食べれないですし、手がもしかしたら汚れてしまうのでちょっと難しいですね。ビジネスチャンスだねこれは、きっといいのが今ねいっぱい出てるからね、みんなビジネスチャンスです、ビジネスチャンスビジネスチャンス。なんかでもポップコーンもさ、もうすごいポップコーンって映画館のイメージあるけどさ、なんかあれだよね、そう、こうやってさ何でも食べていいよってなるとさ、ポップコーンだって小さいからさ何回もさこういうさ動作があるじゃない、もう分かんなくなってきちゃったもう分かんなくなってきちゃったけどね何がいいんだろう結局っていう話。まあでもポップコーンの匂いだけで映画館が連想できるから、その点はすごいいいと思う何でも食べていいならもうカレーご飯でもうわカレー見て食べる映画ってすごい絶対美味しいし面白いね。でもカレーは多分家で映画を見るときにいいと思います。わ、ソフトせんべいって何でしたっけ、ソフトせんべいめっちゃ優しいせんべいだ。わあ、それはありですね、口の中で溶かして食べる、もうそれはもう噛まないので無音ですね。強いて言うなら袋から取るときのカサカサカサ
和菓子はね、あのユウのイメージではフォークで綺麗に取って食べるから、この動作を映画中にできないからね、あのちょっと和菓子の幅はもっと広いはずですね。たい焼きか、たい焼きは普通にいい。ポップコーンは食物繊維だから体にいいらしいよ。あ、確かに、だってポップコーンってあれだもんね、トウモロコシだもんね。確かにね、塩が多すぎなければ。え、わかんない。月餅、卵ボール、うわ、卵ボールはあれですね、小さいからもう少し大きめのやつ、これぐらいのやつをね、ぜひ映画関係者の方には作っていただきたいですね。でもそれには溶かすには時間かかるか。あ、難しい、難しいな。人参人参か。急に来たね。急に人参来ましたね。うん、好みですね、多分これは。あ、月餅って読むんですか。どんな食べ物なんだろう。あ、記録食べてる。前を向ける。あ、人参ってお菓子か。そっち、分かったよ、駄菓子でしょ、駄菓子屋さんにある。普通に人参ってびっくりしちゃった。ありますね、あります、あります。こういうさ、袋のこういうやつですよね。で、なんか小さいお米みたいなさ、あれお米でできてるのかな、お米みたいなお菓子かな。確かに、もう、まあまあ映画館に売っていただけるときは、あのポップコーンの箱みたいなさ、食べやすい感じにしていただけたらね、嬉しいなって思います。まあまあ、なんといってもやっぱりでもポップコーン、ポップコーンかもしれない、もしかしたら一番。かば焼き、あれ、かば焼きさん太郎だ、かば焼き太郎、あれ、かば焼きさん太郎だっけ。かば焼き太郎、すごい映画館がそのようになりそう、すごいかば焼きの匂いになりそう。ポップコーン最強説だね、これは。多分こんなにレパートリーがあったら嬉しいけど、ポップコーン、あの映画館さ、開いて入った時のポップコーンの匂いのあの感じはすごい好きだから、あれをなくしてほしくないから、もしかしたらポップコーンでいい。また止まっちゃったんですけど、もしかしたら充電があと 10% だって言われたので終わりにしたいと思います。みんなビジネスチャンス逃さないようにしようね。やっぱでもポップコーンが一強なのは仕方ない話だったかもしれない。ではそろそろ配信終わりにしたいと思います。え、ポップコーンだけ買った、買う、あり、なぜ充電しないのか。充電器のコンセントが遠いんですよ、届かないんですよ。ではラン告知します。今日、なぎすけ31話公開されました。皆さん、ぜひ見てください。 Amazon プライムです。ゆりはキングダムを今度見たら配信で言います。そして19日、21日、22日対バンライブあります。人参描いたままです。めっちゃ分かりにくくてごめんなさいね。あの、今度書き直します。
ショールームの不具合で。ならないね。ひっくり返るだけだね。そうなんだ。じゃあ、ゆりの顔も判定してるのかな。ありがとうございます。何が読みにくくてごめんなさい。はい、そして27日。単独ライブ決まってまーす。表参道グランドでお昼夜の部決まってまーす。よろしくお願いします。そして、7月3日、幕張海浜公園で夏染め出させていただきます。今年も夏が始まります。そして、7月4日、初代ザワーズにて、こっちも単独ライブ決まってます。お昼はー、お昼はー、ニッキーさんきちゃんのワンステップ、夜はー、しらちやさんの生誕です。イェイ。あ、こうして、変わんないって、本当に変わんないって。あ、チケット当たりました。ありがとうございます。表参道グラウンド27日の単独は一般チケット販売しているので、よかったら皆さんお越しください。こんな感じです。それではランキング読みます。あゆうさん、そとさん、さん、じっくりとさん、トミーさん、アンドハローさん、みかんさん、よっちゃん、サミーユさん、おゆちゃん、ハローさん、くま太郎さん、マリンちゃん、いちつきさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。え、そんなことないよ。ゆりね、左右でね、あれなんですよ。こう、均等じゃない。均等、平等じゃない。左右均等じゃない。顔ですよ。みんなはどっちの顔が好きですか。ゆりはこっちが好きです。アシンメトリーでどっちも楽しめる2度おいしいゆりやでお送りしております。それでは今日も見ていただきありがとうございました。あ、どっちもいただきました。では、せーの、おつしまでした。バイバーイ。